はい、こんにちは。三宅模型3代目店主三宅和明と申します。今日はね、制作動画、この前予告した通りに、今回僕ね、店主初のビブラなるものを作ってみました。今ね、ちょうどこう組み上がったところなんですけれど、仮組みというかね、バッと組んだ感じのこんなところで、今日はね、ここまで流していこうかなというふうに思います。いやーね、これからちょっと通常版で今ね、オーディオコメンタリーも入れますが、なかなかどうしてちょっとね、初のビプラということでね、いろいろと思うことがありましたので、ぜひそんな内容を聞いてってください。はい、始めましょう。はい、始まりましたね。初ビプラということで、はい、なんていうんですか、まず仮組みということで、パーツを切り出しながら、プラモデルっていう部分ではね、いろんなもの今まで僕も作って触ってはきてるんですけれども、女の子となるとやっぱり一番見える部分とかね、その重視する部分って変わってくるじゃないですか。しかもすごい線が細いものなので、ちょっとロボットものともまた違いますしね。ロボットはね、動かすためのデザインができるけど、これは人に寄せたデザインの中でどう動かすかっていう形になるので、結構ね、関節軸が違ったりとか、非常にタイトだったりっていう部分があるんですよね。はい、で今早速ね、これ頭の部分のパーツ、髪の毛のパーツとか、その辺を切り出してってるんですけど、この女の子ね、実は武装全部取った状態と、あとつけた状態とでね、いっぱいパーツがあるんですよ、取り替えれるように、でただね、今回ちょっと僕はもう最初からね、これ説明書実はもう何ページか真ん中ら辺から作ってるんですけど、武装をつけた状態でのパーツしか切り出してません。それでね、若干こう説明書を行ったり来たりしながらなんですけど、基本的に武装ポーズで作ろう、武装のタイプで作ろうかなと。でも髪の毛だけどもね、結構なパーツ数に分かれてて、でそれをすごい、このなんて言うんだろうな、自然にというかね、切ったとこボコってなったりとか、あとなんだ、痩せたとこが平らになったりとかしないように気をつけながらやってますね。上から作っててるんですね、頭から。そうですね、頭から、頭から最初やってますね。あとは機械の部分とかね、結構引け処理をしたりとか、平面が出るようにやすってあげたりとか。今回は僕全体的にいつも の制作そうなんですけれども、金やすりをかなり使って、それ以外には当て木をしたような、最近だとね、このヤスリの親父ってやつが結構お気に入りでよく使うんですけれども、その辺とかを使いながらゴリゴリゴリとこう引けを処理していってる今状態ですね。ほぼ今回は全部にペーパーかけたんじゃないかな。このクリアのパーツにもかけてます。後からも塗装するつもりだったの でこれはね、バイザー裏の押しピン跡とかが見えるかなと思って、ちょっと、ね、この前 の動画でも紹介してたレイウッドさんの、リューター使ってゴリゴリっとやったりとか、大きく削るには便利ですよね。そうですね、であとそうだね、力入りにくいこう内側削ったりとかね、そういう時にはすごく便利にできましたね。あとね、このちょっと耳のところにつくパーツ、後ろがこう肉抜きって言って物が入ってない状態、なんていうの、こう抜けてる感じだったので、そこちょっとどういう感じかなと思って、ちょっとパテで埋めてみました。これは瞬間パテを使ってやってますね。1回目結構大量に入れちゃうと、どうしても瞬間パテって発泡して気泡が出ちゃうので、でそれである程度平らにして、でパサパサってやって、でこれで削って平らになったところに、普通の瞬間接着剤を泡 の丸く穴開いたところに流し込んで、もう一回ペーパーかけてみたいな作業をしてます。これはね、この肉抜きっていうのは結構ね、ロボット系のプラモデルとかでね、よく足の裏が抜いてあったりとかして、こう埋めたりとかね、あとプラ板貼ったりっていうのをやったりするんですけど、これ実際組んでみたらね、ほぼ見えない場所だった、肉抜き埋めたけど、でもう飛ぶ出来上がりました。こんな感じで目はね、印刷されてますので、これね、印刷されてないパーツもあるんですよ。あります、あります、そちらの方用に一応中にデカールも入ってますので、自分で好きにやることは可能ですね。でそう、さっきのね、耳の裏の肉抜きね、耳につくこの、メカパーツの裏やったんだけど、最終的にはほぼ見えなくて、これで言うと、ここんとこ、
ここ、うん、がほぼ見えなくてですね、まあまあやったけど、うん、で他のパーツとかもねいろいろあるので、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、この辺はね僕初ビプラってことでやってみたけど、ほぼ気にしなくていいような気がする。うん、とりあえず袴みたいな部分ですねこれね。そう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 、はいはい、これがね、あのこれね寿屋さんが出してる、はい、なんだなんかオプションパーツみたいなのをいっぱい出してるんだよね、他のあのロボットとかにつけれる鉄砲だったりとか、うんうん、こういうウィングだったりとかなんとか、うんうん、それをねこの女の子に合わせた成型色になったのが中に入ってて、自由にやっていいよっていう。うん、じゃあ他のこのシリーズものだったらそのパーツって別なのにも作る全部ね3ミリのね軸穴で統一してあるから、いろんなパーツを作って自分でカスタマイズすることができる。うん、まあシリーズ共通企画、そう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 、だからいろんなのを組むことができる。はいはい、うん、これはこのねエクソシストを再現するためのものが同色のね、プラの成型色で中に入ってるからこれができるよ、うんうん、例えば色塗るんだったら別な色のものとかでも全然持ってきて、うんね、ミキシングして色塗ってあげてもすごい一体感が出てくると思うし、うん、発想次第でいろんなことができる、うんうん、カラバリが作れるんですね。そうだ、カラバリも作れる、ね、うんうんうん、何でもできる、うんうん、最近のほらソシャゲとかって、うん、結構あの色違いいるじゃないですか、いるいるいるキャラクターで。そう、そうだね、そういうのもできる、できる、ね、できる、できるけどさ、うん、この描いてる絵師さんとかも素晴らしいから、ここにあるねこの箱絵とかのね、うん、絵師さんとかもこれもねあの公式で空張りは一応出てるの、黒いやつ、うん、うん、あのエクソシストウィドウってやつが出てるんだけど、はいはい、で武装もちょっと違ってね、うん、出てはいるんだけど、それもね絵師さんがまあ多分練りに練って作ったカラーリングなのさ、うん、だからこれを赤くしようってバッて赤くしても似合うかなどうかなとか考えちゃうわけ。まあまあそうですね、うんうん、だからね本当に今回は作りながらこの後ねこの仮組みのこの状態から僕はこれから塗装していこうとは思ってるんですけど、その塗装とかもねいろいろと悩んだかな、うん、悩みながら作ってった、うんうん、でねあと今こうね肌色の首のパーツのところかな一生懸命やってるんだけど、うん、やっぱりその、首の関節とかもねなかなかこうタイトなのね、うん、ギギっていう感じぐらいにきついのさ、うん、あ前が緩かったらねカクンとか首座ってないみたいになるのもね、うんうん、あれなんでしょうけど、うん、ただ塗装するとさその分塗膜分だけきつくなるじゃない、うん、だからここのところはどうやって塗装しようかなとか、うん、この関節軸は一切塗らないような形にして、うん、それで何かこうねうまいことできないかなとか、でプラもねいろいろこう切ってったんだけど、もちろん大きく分けて ABS と PS 素材とあるんだけど、あのなんかね触った感じですでに違うぞっていうようなものがたくさん、なんかいろんな適材適所でいろんなあのプラが使われてそうな感じにこう削った感じとか触った感じな思ったのさ。だからね、え落下系の塗料とかエナメル系とか、ね、どれが何を悪くするかっていう自分の知識だけでやってって壊してもあれだなとか思ったり、うん、ちょっとね塗装する時のマスキングとかをいろいろ考えながら、うん、今回は作りましたね、うんうん、ね、パーツのなんか素材のもう違いそうですもんね、結構ね。そう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 、うん、質が違うんだよな、うん、今日ね説明書のとこには ABS と PS しか書いてないんで、うんうん、やっぱりね塗ることを前提とはしてないのかなっていうふうには思う、うんうん、プラモデル自体がね、うん、はめ込みでできるし、あのそんなにあの激しいなんだ、ね、こう合わせ目とか出てこないし、うん、でね空張りも別に出してるしっていうことでね、うんうんうん、基本的にはこれはあれですもんね、接着剤なくても組み上がる、組み上がる、組み上がるですね、そう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 、部分的にね今回組んでる中でその接着剤を使った継ぎ目消しをすでにしてあるところは何箇所かある、うんうん、特に肌色のパーツね、うんうんうん、今日ねそれもね寿屋さんビタッと合うからさ、ほぼほぼ接着剤だけど分からないぐらいまでのレベルいくのさ、うん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 、だからすごいよこれ、うんね、ヒロさんにこの見えるかな、ここ接合線あるんだよこの肌色のここ、うん、割れてんの実は、わかんないでしょ、見てみる、わかんない、わかんない、全然わかんない、全然わかんないでしょ、全然わかんないです、太もももさ、実は割れてるんだけどさ、うん、全く見えないんだよ、俺もどこで割れてたかわかんなくなっちゃったそう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 、
そうで青いパーツもね、やっぱりそのなんだろう、その何百円とかで売ってる別なパーツを集合体でつけてあるから、うんうん、いろんなね、そのあの特にさっきも言ったように全部3ミリの軸穴でさ、で自由に組み替えられるようになってるの、うん、だからこのね、ほら裏側見れば分かるけど3ミリの穴いろいろ開いてたりとか、はい、3ミリの突起がついてたりとか、うん、すごいこう裏から見るとね、いろんな角度でこうつけれるようにものがなってるものだから、うん、逆に言うとそれのとこの成形の部分って板に対して厚くなってるじゃない、うん、ダボが出たりとかすると、だから引けっていうのがどうしても出ちゃうんだよね、うんうん、それをね結構今回は、うん、やっぱり作って色を塗った時にシャープに見えるように、うん、結構気を使ってやったかな、うん、だから特に武装とかこの、ね、平らなスカートの部分とかは非常に引けが目立つ場所が多かったので、それをね、まあ、縫った時にやっぱり目立つシュッとまっすぐでピンと線が出た方がかっこいいじゃない、うん、前にあの動画で作ったさ、はいはい、境界線機の、うん、剣舞山とか、はい、ああいうあれに通じるような面の出方なので、うんうん、はい、それをね結構気合を入れてやりましたね、うん、はい、今もちっちゃいパーツをねゴリ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 と、はい、やっておりますが、うん、基本はもう切って、うん、ヤスリをかけて、うんうん、もう組んでくっていう、そうそう、それだけそれだけ、うんうん、うんうんうん、まあ、多少ね今回はね色塗るのに後でバラすことを考えて内側のダボをちょっと緩くしたりとか、うん、そういうことはした場所はありますけれども、うんうん、今実際仮組みっていうかここまでやってみてこのまま飾っといてもいいかなとか思っちゃうレベルのね、うん、うんうん、あ、これで上半身が組み上がりました、はい、あ、それでこれもねいろんなバリエーションっていうかね、いろんな今までのやつのアップデートだったりバリエーションだったりっていうので、うんうん、進化し続けながらこう出てるんだよね、うん、この女神デバイスっていうシリーズが、うん、はい、それで前のキットについてたパーツがついてたりとか、うんうん、そのままランナーに乗っかってたりとかそういうのもあるので、実はこれねパッケージの絵とねちょっとね胸部のパーツが違ってます、はい、でこれはね別なやつのやっぱりね美少女プラもビプラってなんだって話を一番最初にしたじゃん、うん、フルメカはビプラなのかみたいな、はい、うんうん、それもあってねちょっと肌色の部分が多い方がビプラっぽいのかなと思って、うん、ちょっと肌色の部分の多いパーツを使いました、はい、うん、これいろんなシリーズ出てるから、はい、共通パーツっていうのもやっぱり結構たくさんあるんですよね、結構たくさんある、だからね、そのランナーごと入っているって、ね、そう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 、それ用のこれ用の金型があるわけではなくて、そうそうそう、だからほら、うん、実際作ったんだけど実は中にね結構ほらパーツ余ってるんですよ、ほら、うんうんうん、たくさんあるの、こう手のこの辺のこうとかもさ、うん、これも別なパーツとかに付け替えたりとかもできるし、あとね太ももとかも丸まんま別なパーツ入ってるかな、うん、これ初期の頃の太ももからこのキットからねこう太ももの関節軸が変わってこうなんて言うんだろうな、足を組んだりとかできるようなタイプの関節に変わったりとかしてるので、うん、そういうので古い方のパーツも中に一緒に入ってたりとかしてるので、うん、いろんなことができる、自分の好きな感じに組んでいけるの、うんうん、でね、あとこれもなんだ、バレットナイツっていうシリーズなんだけど、バレットナイツのこれビード、はい、ビードじゃないや、エクソシストでしょ、はい、それとエクスキューショナーっていうのとね、はい、実はこのシリーズこのついで2個ずつこうシリーズが出てるの、はい、うんうん、これは14番なんだけど、1番2番3番4番5番6番みたいな感じ、うん、でそれの色替えが例えば、5番6番だったら5.1 と 6.1 みたいな形で出てて、アップデート版みたいな感じ、そう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 、はいはい、だからねこれ作ったから相方も作んなきゃダメかなってちょっと思うところはあるんだけど、うん、うんうん、今日ねすごくねそのアップデートごとにすごく面白く色替えも面白く、うん、単なる色替えじゃなくてさらに追加パーツがついたりとかしてるものもあるので、これもブラックウィドウっていう方にはまたさらに新しい武装がついたりとかもしてるので、うん、あ、ブラックウィドウ、うん、ウィドウか、うん、そうそうそう、だからね、ああビプラね、そういう楽しみ方っていうかね、うん、今回、まあ、模型として作ってて初めてね、うん、自分もビプラなんだけど面白いなと思ったね、作っててね、でやっぱりね結構可愛い
しさ、うん、人の形をしてるからさ、早く人の形にしてあげなきゃかわいそうじゃない。生首だけとかさ、はいはい、上半身だけこう、うん、ね、だるま状態とかさ、うんうん、かわいそうだから早く作んなきゃなっていうのが非常にあった、うんこれ素体から最初説明書では素体作るようになってて、素体を作ってして次武装を作って組み替えてってってなるんだけど、素体作った時点で満足しちゃう人とかいそうな気がする、うん、でも今回はその一つ一つに武装しながら作っていってるっていうやり方なんですね。そうなんですよ、そういう作り方もまあまあできるっていうのがまた面白いところですよね、うんうんうんね、こう今話してて今気がついた、手元に説明書を持ってきてない、うん、申し訳ございません俺は頭の中に入ってるからいいんだけどさ、うん、イエローさんにそれをね説明すればよかったね、説明書でね、はい、まあ、今もね一生懸命こうヤスリをかけながらやっておりますが、結構やっぱり金ヤスリとかでねゴリゴリと削ってって、うん、今はそうだね、透明パーツもね、うん、ちょこちょことやってってるね。透明パーツはなかなかねペーパーかけないと見えないからね、分かんないんだよね、うん、結構ねいろんなねあの武装の飾りがあるから、うんうん、もうだんだんね内側のパーツがほぼほぼ見えないみたいなまあそれは多少あるかもしれない ね、そうですよね、あとね寿屋さんってね実はねあのバンダイさんとかとね安全基準が違うんだよね、うんうんうん、だからねパーツとかすっごいとんがってんのさ、うんうん、分かるこれピンピンなの。だこういうところに指とか引っ掛けて先っぽっちゃったりとかするとおーとかって思うから一生懸命見逃した、うん、そうですねそう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 、あで今ここスカートの部分だね、うん、これもね分かるかな、この光の反射で引けてるところをね全部ペーパーかけたり何したりして直してるんだよね、うんうんうん、この辺は多分普通の本当にロボットものを作ってるような感覚、うんうん、平面しっかり出して綺麗に塗ってっていうのも全然、うんうん、できるなっていう。やっぱりこの女の子本体側の塗装だね、これ、うん、塗装っていうか仕上げ方と塗装が未だにちょっと実際やりながらじゃないと、うん、まだ悩んでるなっていうふうには自分で思う、うん、この塗装をするのに髪型とかもね、こう光を入れるのか光を入れないのかみたいな、そう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 、そうなのさ、塗装するときに今もうね綺麗なこのラベンダー色のね髪の毛になってるんだけど、うん、これにそれじゃあ自分でラベンダー系のあとグラデーションとかを入れるのかね、塗装でね、今日グラデーションを入れるにしては非常に小さいというか結構分割されてて小さいパーツなので、うん、うん、どうやって入れていこうかなとか、うん、髪のこの筋のところに影をちょっと落とした方がいいのかなとかさ、うん、うんうんうん、それをねあのウェザリングカラーみたいなねウォッシングみたいな感じでやっちゃうとちょっと女の子には激しく入りすぎるっていうかラインがね、はいはい、うん、綺麗な状態みたいな、そう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 、だからエアブラシとかでぼかして入れてあげたいな、うん、エアブラシで細い線を何本も入れるのは大変だから、うん、したら何ね、なんか吹き方を斜め吹きとかでちょっとシャドウ残すかなとかさ、うん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 、そのパステルとかでやっておいて表面パステルを落としていくような感じで、うんうん、あの残るような柔らかい光、うん、多分ねウェザリングカラーとか使っちゃうとね激画調とかになっちゃうと思う、バキバキバキっと入って、それはそれでね、まあまあね、それはそれでまあね、ええ、そう、好きな人はいるかもしれないけど、ね、あのほら紙っぽく作るとかね、うん、そう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 、木っぽく作るみたいな感じでね、うんうんうん、そう本当にねあの漫画から飛び出してきたみたいな、うんうん、それはね、まあ、自由だからさ、うんうんうん、これを本当にあの CG のようなあの彩度の高い色合いにするでもありですよね、色はねまだ悩んでるね、うん、どうやってやろうかなとか思って、うん、最近のこういうキャラクターって、うん、やっぱりサイド鮮やかな色合いのものキャラクター多いですよね。そうだね、多いね、うんうん、やっぱりねコンピューターで作ってるっていうせいもあるんですかね、うん、どうなんだろうね、うん、それがシンプルにこうトレンドなのかですけども、うん、そう、これはねやっぱりプリーストをイメージした感じのもので、うん、ね、青白なんか神官さんみたいな感じじゃない、うん、新刊さんってなんかこのような帽子かぶってなかったっけ、うん、こう高いやつでここにこう宗教のマーク入ってるやつが、
とこのね専用台座もついてたからね、うんうん、こう今ねこう止めてパッと立ってはいるんだけど、この子ねあの武装するとハイヒールになるのさ、うん、武装しなかったら普通の状態なんだよ、はい、だからねちょっとこのね台が実はねビタビタでハイヒールだと背が高くなって、うん、あ外れた、うん、パーツが外れてしまいました、はい、まあ、仮組だからね。そうですね、まだまだね、まだまだ塗装した時にはこれはもう外してしまおうと思ってはいるんですけどね。でこの前の配信の時もこれ外れてたよね。あ、そうですね、うん、そうだよね、うんうん、これと同じパーツを何枚も組み合わせてるんですか。あ、そうなんです、そうなんです。あ、よく気づきましたね。このね頭の後ろについてる飾りと腰についてる飾りって実はねこれね何だっけな、寿屋さんの MSG ってやつ、うん、エクシードバインダーっていう名称で出てるもので、うん、はい、あ、オプションでもあるの、これオプションで出てるの、もともと単体で売ってたのこれ。それをこの女の子用の専用カラーにしてこの箱の中に入ってるの、うんうん、うん、ほんとね MSG モデリングサポートグッズか、うん、グッズの略かな、うん、うん、それのねこのあのエクシードバインダーってやつが、うん、このね、この14番15番この、エクソシストとエクスキューショナーの、コンセプトは、うん、その MSG をまとう、うん、MSG をまとうだったっけな、うん、そういうコンセプトで、新規パーツっていうよりもそのもともと新規パーツとね素体ももちろん新しくはしてるんだけど、それ以外にそういう既存に単品で出てるパーツを専用色にして中に入れてそれをこうアレンジすることでこういう形になりましたよっていうので出てきてるシリーズなんだよね、うんうん、それぞれにコンセプトがあって面白いですよ、うん、うんうんうん、でもねこのパーツもいろいろ組み替えしてそういろんな演出できるんですよね。できるできる、うん、今スカートみたいになってるけど、うん、こうじゃない場所とかにもつけることは全然できるし、うんうんうん、それをつけるためのジョイントとかたくさんついてて、うんうんうん、頭の後ろにもつくし腕のとこにもつくし太ももにつけることもできるし、うん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 、あ、だいぶだいぶだいぶ出来上がってきましたね、はい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 、あと人の形になってスカートもできて、はい、仮に完成ということで、ね、ここまで、うん、まあちょっと全体的にはペーパーかけてまだ色塗ってないので、うんうん、ちょっとねほこりついたりとかボソボソになってるとかありますけれども、はい、まずは形に一つ形になる、そうですね、はい、ここまでできました。で次回は塗装編ということで、はい、楽しみです。はい、そんな感じでここまで来ました。はい、これですね。そうですそうです、これです、これです、うん、すごいですね。このさっきの最後に作ってたこのパーツって、うんうんうん、すごい大きなパーツですよ、ね、そうだね。しかもめちゃくちゃ、ね、こう平らな部分が多いんですよね、うん、そう、だそこが今光に当ててみてもピッと一応平らに出てるでしょ、うん、そうなんですよ、うんうん、でしかもこうあの画面だとねなかなか分かりにくかったんだけど、ここの部分がこう平らなところってすごいエッジが立ってるんですよ。そうですね、すごい、はい、すげー、若干の面取りはしましたけどね、うんうん、でここからで、まあ、ここもここから塗装して、そうですね、塗装して一回これからまあ全部バラバラにする形にはなるんですけど、うん、バラバラにして塗装をかけてってっていう状態ですね。これですね、専用台座の下のところにこのシンボルマークがちゃんと入ってるんですね。そう、シンボルマーク入ってます、はい、うん、こんなのね入って、うん、でもさっき言ってたあの武装するじゃないですか、はいはい、いろんなオプションつけてたら、はいはい、この台座じゃあ支えれる。あ、そうだからね、台座もね、あの寿屋さん純正でもいろいろ出てるし、うん、あとね、あの純正じゃなくても、あ、この辺とかにもあるよ、うん、あるんですね、こういうのね。そうそう、いろいろこういうのとかね、つけれるやつがね、ちゃんと今世の中にはあるんですよ、うん、でこういうねスタンドとか、これは、グッドスマイルカンパニーさんのやつだけど、うん、あのシンプルスタンドってね3つ入って1200円ぐらいかな、うんうん、でこういうねいろんな接続するためのパーツが入ってますので、はい、
そうかそうか、3セット入ってるけど全部つなげて大きくすることもできる。そうだね、1つのステージとして使うみたいなことも。あ、そうだね、すげえ、支柱は3本で台座3つついてて、延長パーツもついてるので、うん、延長で長くすることもできるし、うんうん、あとさ、今さまだこの子がさ、うん、これぐらいの状態だからいいけど、うん、これに例えば武器持って何持ってって言ったら、そっちにも支柱つけたくない、うんうんうん、分かる、うん、本体だけじゃなくて、はいはいはい、武装とかに、うん、そうなってくると3つとかあると、これにね、何かこう大きいものとかをこうガーッて持たせて、そっち側に支柱つけてとか、うんうん、何してっていうのはすごいね、やっぱり数あると役立つよ。あ、ちゃんとねクリップになってるのもある。そう、うんうん、でここが刺さるのがその 3mm の規格になってるっていう、そういう寸法ですね。そうですね、でもこういうのってあの組み立ての出来上がってるフィギュアとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうのにも全然使える、使える、ね、うんうんうん、これはちょっと、せっかくだからちょっとことぶき屋さん純正を持ってこようか。ちょっとね、これことぶき屋さん純正、ほいほい、はい、うん、これ専用台座ね、うんうん、専用というか、あの、はい、こういうちょっと大きめのこの中についてる専用台座よりも一回り大きいものも、はい、出てますので、うん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 、なるほど。あ、これはこれで、あ、そうか、これは3セットだからこう3セットだけど、こっちはこれ1枚あのジョイントになって、これ複数買えば、あ、そう、つなげていけるよっていう、ね、ステージを大きく拡大することができる、うんうんうん、ね、これね、うんうん、そうそう、なんかね固定して展示するときなんか安心ですよね、うんうん、いやでもこのね、あの六角形はかっこいいですね、六角形かっこいいね、うんうん、こっち、うんと、グッドスマイルさんは四角とも丸かな確か、うん、六角形ヘキさんも出てたような気がしたな確か、うんうん、これもやっぱなんかその世界観とか雰囲気に合わせて、そうだ ね、うん、もし何だったら塗装しちゃってもいいよ自分で、ね、これをね、このワークだったらステンシル作ってね、こう貼ってさ、はいはい、シャーって塗れば、うんうんうん、入るでしょ。そうですね、直線的なものなんでね、そう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 、ここうまくマスキングとかして、そうそう、こうカラコピーして、そう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 、ね、そう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 、やればいくらでもまだいけますよ、うん、はい、なるほど。いやね、こういうのっていざこうやって見てみると いいですよね、うんうん、ただ組むだけだったらまあまあ、うんうん、全然全然、ね、うんうん、そう、これだけででもあの今こうね、こうペーパーかけてるからですけど、そのまま、うんうん、そのままの状態だったらもうこれで完成ですよね、うん、このペーパーかけてる状態からこれからあのちょっとあのなんだ、艶消しのクリアとか吹いてやれば、もうそれでペーパー目分かんなくなるから、それだけでも十分、うんうん、それでいいかなとか思っちゃったもんね、本当ね、作ってる間に。いや、これね、塗装するの、塗装どんな感じで仕上がるのかが楽しみで、はい、しております。はい、はい、まあね、ちょっとこの後にホビーショーにすぐ向かいますので、はい、はい、それの後からの制作になるかな、うん、うん、頑張ります、ね、はい、出来上がるのが楽しみですね、これね、はい、では次回の動画もお楽しみに、はい。